寝てしまっていたのか。ああ、1時間くらいだな。あのボーイは最終便で東京へ帰った。タミヤに直接会って謝りたいそうだ。そうか。あいつもタミヤと同じで気持ちで動く男なんだろう。タミヤが好きなのがよくわかる。大吾は今どこにいるんだ。東京東都大医学部附属病院だ。東都大？カムロ町の目と鼻の先か。ああ、数時間前 CIA 本部がその情報をつかみ、ついさっき俺も知った。すでに峰が動き出していたとしたら手遅れにもなりかねない。行くのか。ああ、急げばまだ最終便に間に合うはずだ。おじさん、桐生のおじさん。おじさん。大地、お前どうしてこんなところに。大変大変なんだよおじさん。どうしたんだ、何があったんだ。朝顔が。この施設が好きか。俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。まあ、自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。
やれ。ダメ。どけ。ダメ。壊さないで。イズミ。やめろ。お願い。うるせえ。このガキが。ミキオ！なんなんだこいつ。こいつは壊させねえ。ミキオ！何手止めてんだ。それ仕事ぶっ潰せ！はい！ミキオ！もういい、逃げろ！うわ！弱くてごめんな。ミキお兄ちゃん、ミキお兄ちゃん。くそ、ミキオ。おっと、てめえの相手はこっちだ。玉城。てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。むしろ俺の命が欲しいならくれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。俺はまだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。おやじ。てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと。おら、やれ！やめろ！とにかく大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。
じさん。おじさん、おじさん怖かったよ。ちょっといいか。兄貴、ミキョは生きよう。生きよう。おじき、すみません。朝顔か。いいんだ。そんなことは気にするな。おじき。なんだ。親父を頼みます。分かってる。中原は絶対に俺が連れ戻す。よか。ミキオ。おい、ミキオ。もしもし。本当ですか。はい、そうですか。わかりました。よろしくお願いします。それじゃ。ミキオ、一命は取り留めたようです。そうか。よかった。それじゃ、俺はそろそろ行く。親父のところですか。ああ、確か。琉球街の外れの闘牛場だったな。はい、1年前から玉城組がアジト代わりに使ってる場所です。分かった。兄貴、俺もお供します。ダメだ。え？お前も足を打たれてるんだ。すぐに病院に行け。兄貴、でも俺。ダメだと言っているだろう。今ついてきても犬死にするだけだ。兄貴、カムロ町の時とは訳が違う。今回は連れてはいけない。でも俺は流動一家の若頭です。子分やられて親拉致られておとなしくしてるわけにはいかないんだ。俺だって一人前の男になりたいんだ。気持ちはわかる。だが今じゃないはずだ。え？死ぬと分かってて戦うのが一人前の男ってわけじゃない。男なら命を張る場面はきっと来る。お前にその時が来たら思い切りやればいい。
今は俺を信じろ。またお前か。やっと会えたな。中原はどこだ。まあまあそう焦るな。こっちは一年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いたときは嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰は、峰はどこだ。とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと。それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円、ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様、ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。中原！キリュウ。いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決。こりゃ見物だぜ。玉城、お前。ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせねえ。誰だ。すんません、兄貴、怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。力也、さ、先。何しに来やがった、この死に損ねが。タマシロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと。
お前みたいな奴は兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえと竜道一家はこれで終わりだ。おやじ、中原、お嬢、お父さん危ない。うわあ、おやじ、中原、なんだと。魂の久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チキリュウ、キリュウ、俺は平気だ。そっちはお前に任せた。分かった。力也。はい。警察が来るまであと何分だ。7、8分です。よし、じゃあそれまでにこいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ、遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。
しまうなんてお互い年だな一緒にするな酒お前しゃべれるように失敗かけてごめんな敵に背中見せんのは素人のやることだ。これでお前も終わりだ。
一足遅かったか。リキア、撃たれちゃったみたいです。兄貴、自分どこを撃たれたんですか。大丈夫、大丈夫だ。こんな傷すぐに良くなる。おい、しっかりしろ、しっかりしろ。兄貴、これって俺犬死にってやつなんすかね。俺は兄貴を守ったんすよね。なら俺はそれでいいや。リキア、ホーム、俺楽しかったっす。兄貴に会えて。おい、リキア、何言ってんだ。これで俺も一人前の男かな。リキア、兄貴はかっこいい。さ、最高に。リキア、絶対に あの峰ってやつ。峰か、峰になんだ。まあ負けない。わかった、わかったから死ぬな、死ぬな、リキア。すみません。リキア、おい、リキア、おい、お前何勝手に死んでんだ。おい、俺は許さねえぞ。おい、リキア、一応しろ、リキア。Yeah!